ニーアル・ファーガソンニーアル・ファーガソンは、スコットランド出身の歴史学者、ジャーナリスト。専門は、経済史、金融史。妻は、オランダの政治家、アヤーン・ヒルシアリ。英国スコットランドの都市グラスゴに生まれる。医者である父と物理の教師である母には、無心論者として育てられた。1986年に、オックスフォード大学、モードリン・カレッジ卒業。 1989年度大学にて、博士号取得。博士論文のタイトルは、インフレーション下のドイツにおけるビジネスと、政治、ハンブルク、1914年から1924年。ケンブリッジ大学フェローやオックスフォード大学教授、ニューヨーク大学スターン経営学大学院教授を経て、2004年から現職。また、スタンフォード大学、フーバー戦争、革命。 平和研究所やオックスフォード大学にて、シニアフェロー、北テキサス大学バルサンティ軍事士センターのアドバーサリーフェローも務める。2004年、雑誌タイムの世界で最も影響力のある100人で選ばれる。歴史学者、ジョン・ルイース・ニャディスは、2004年7月25日の米紙、ニューヨーク・タイムズにて、ファーガソンの主張は説得力がなく、矛盾していると批判した。 ありがとうございます。